tomorrow for Katia.松の企画調整役です。今月の定例ブリーフィングには、JSC に加えて、事業者からもご出席をいただいております。ご紹介します。隈研吾建築都市設計事務所、隈研吾様です。よろしくお願いします。大成建設株式会社設計本部部長の大原茂重様、よろしくお願いします。管理技術者を担われております。続きまして、株式会社あずさ設計専務取締役執行役員の安野義彦様です。建築設計分野主任技術者を担われております。ではここからは池田理事の方に進行の方をお願いいたします。皆さん、お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。新国立競技場整備事業に関するこのブリーフィングは、今年の1月から、始めまして、今回で、6回目を迎えました。この間皆様からは、節目には事業者の方々も参加いただいて話を聞きたいというご要望もありましたので、今日は基本設計の概要の説明と、それから模型の公開というタイミングでちょうど良い機会でございますので、大成建設、あずさ設計、隈研吾建築都市設計事務所の共同企業体の皆様にもご出席をいただくことといたしました。後ほど基本設計の概要につきましては、共同企業体を代表して隈先生からお話をいただきますので、よろしくお願いいたします。その前に私から現状についてですね、3点ほど説明をさせていただきたいと思います。まず1点目は整備スケジュールについてでございます。これは資料の今日の配布資料の1をご覧いただきたいと思います。毎月時点更新をしてお配りしているものでございますけれども、5月の定例ブリーフィングにおきまして、JFC において業務要求水準を満たしているかどうかを、確認作業を行っているということ行うと申し上げましたけれども、その確認作業が終わりまして、それから先週17日にですね、技術提案等審査委員会、いわゆる村上委員会でもご確認をいただいて確認が取れましたので、本日公表できることとなった次第でございます。設計は順調に進んでおりまして、本年の11月を目途として実施設計を終えて年内には着工できるよう、こういうスケジュールには変更がございません。なお本日資料非常に少ない、資料になっておりますけれども、設計図書などの成果物につきましては共同企業体側との契約上ですね、本年11月の実施設計第1期の事業契約終了時、これは設計などの契約の終了時にまとめて共同企業体側から私どもに引き渡していただくということになっております。従いまして本日は基本設計関係の図書類は配布しておりませんけれども、このあと隈先生からご説明があることもありまして、ご容赦いただければと思います。これが1点目でございます。それから2点目は、1月以降ですね、ワークショップを順次開催しておりましたので、その状況についてご説明をさせていただきます。本日の配布資料の2でございますが、横長のワークショップ概要というこういう資料がございますけれども、これは、昨年暮れに技術提案をいただいた後ですね、それをもとに東京2020の、組織委員会、障害者団体、スポーツ関係団体やメディア関係団体などと、延べ30回以上のワークショップを繰り返し開催いたしまして、設計を進めてきたものでございます。で、この一枚紙に
ありますように、それぞれの観点からですね、いろいろなご意見をいただきまして、それによって一部改良している部分が、改善している部分がございます。例えば、障害者団体などのところ、2つ目のくくりのところで、ユニバーサルデザインワークショップというのがございますけれども、ここでは、実は当初の技術提案では地下1階にですね、健常者トイレ、健常者用のトイレが地下1階に集中して配置、されていたわけですけれども、地上1階にもですね、配置するようにトイレのこうレイアウトを、変更しているというようなことがございます。またアスリートファーストという観点からは、スポーツ団体のところにございますが、ドーピングや選手などのその関連の書室のレイアウトというふうにこの資料を書いてございますが、後ほど先生からご説明があると思いますが、選手の更衣室の形状変更をいたしましたり、あるいはドーピングコントロールをしやすいようにですね、ドーピング関連の部屋割りをこう変更していると、そういった工夫も行っております。またメディア関係団体からのご要望も踏まえてですね、実は東京オリンピック・パラリンピックが終わった後のいわゆるこうレガシーモードではですね、中継車などの駐車スペースが非常に限られていたのですが、中継車などの駐車スペースを確保してですね、中規模程度の大会であれば十分対応できるようなメディアのスペースを確保しております。このような改善を行ってきたということでございます。それから3点目でございますが、今日ここにございますように模型とですね、それからこの後ろに飾ってあるパース類を、今日はここにご用意しておりますが、後ろにあるようなパースとですね、それからそれ以外にももう少し細かく配布資料を3に載せております。これらのパースにつきましては、本日ですからですね、私どもの JSC のホームページにおきまして、公開をする予定でございます。なお利用にあたりましてはこれまでと同様ですね、 JSC の広報室を通じて、申請をいただければと思います。また今日ここに模型がございますが、先週ちょうど1週間前に500分の1の模型を公開いたしましたけれども、今日ここにあるのは1000分の1の模型でありまして、これが完成しましたので合わせてお見せするということでございます。なお先週公開した500分の1の模型につきましては、今リオのオリパラにの時のジャパンハウスで展示をするために今搬送中でございます。私からは以上でございますので、熊先生からよろしくお願いいたします。はい、熊でございます。今日はお集まりいただきありがとうございます。今回ですね、パースがいくつか新しいものが、加わって前のものも修正、されていて、それと模型がございます。でそれに基づいて順番にご説明をしたいと思います。まずですね、この左上から順番にいきます。スポーツ今池田理事から説明がありましたように、スポーツ関係団体をはじめとしてさまざまな関連団体とワークショップを行いながら基本設計を進めてまいりました。でコンセプトは、外苑の緑とスポーツをつなぐ森のスタジアムです。でご覧のように屋根をフラットにして、高さをなるべく抑え外苑の緑と調和するスタジアムにいたしました。で最高高さ50メーター以下に抑えたスタジアムは周辺への圧迫感を軽減いたします。これがこの最初のものでございます。でこの次のもの、外苑の緑に溶け込むスタジアムは、外苑の、内苑新宿御苑、ここで大体関係性が分かるんですが、そこから赤坂御用地につながる緑のネットワークを形成いたします。それからこちら、外観に柔らかい陰影を与えスタジアムへの日射と雨を遮る庇を、
設けております。3層の軒びさしは格子状に杉材で覆い、市民目線で木の柔らかな質感が感じられるようにいたしました。杉材は国産材で非常に広く流通している断面寸法を採用します。幾層にも重なる軒びさしは五重塔のように日本らしさを想起させます。軒びさしの上部は在来種で緑化し、外苑の緑とスタジアムを緩やかにつなぎます。最上部のひさし、こちら最上部がございますが、からは夏の卓越風をスタンドとフィールドに取り入れ、自然エネルギーを活用した快適な観戦環境と競技環境を整えます。方位に応じて格子の関係、これよく近く見てみますと格子が見えるんですが、その間隔を変化させておりまして、風の取り入れる量をコントロールしております。からそれをもうちょっと寄るところになりますが、旧国立場にあった壁画作品を旧国立のレガシーとしてスタジアムに設置し保存します。中でも代表的なのみのすくねと勝利の女神、こちら、ございますが、それは旧国立と同じように東を向いて、東ゲートに設置いたします。次、これでございます。スタジアムの周囲は段差なくアプローチできる計画といたしました。広いオープンスペースを有する南側には日本を代表する欅とムクノキを植え、市民が憩いやすい木陰のある環境を作っております。次、これでございます。人工地盤はスタジアムの軒びさしと同様に、ひさしの端部まで、こちらでございます、ひさしの端部まで、緑化し、テストコンクリートの構造体に柔らかな表情を与え、環境と調和させました。人工地盤と外苑西通りの地盤を緩やかに接続するために、人工地盤に大きな穴、これ後で見ていただくと大きな穴が開いておりますが、それを開けて空間をつなげ、光が自然に下の方に降りてくるようになっております。で、人工地盤から突出するように地面に大きな木を植えております。この穴から緑が突出しております。で、次に空の森です。日常的に市民が利用でき、直接外部からアクセスできる屋上空間、空の森を設けました。で、空の森は360度を周回して、全長850メーターの遊歩道であります。これは外苑のスポーツクラスターを形成する、市民に開かれた重要な空間であります。この、 空の森から、この絵画館の頭が見えておりますが、これ上空20メーターの空の森から、緑の海原が見え、こういうふうに見えております。その先に新宿副都心や東京タワーなど東京を代表する都市景観が見ることができます。こんな感じでございます。で、次参ります。かつてこの敷地は渋谷川が流れ、あった場所、外苑西通り側、そちらにですね、せせらぎを復活させております。せせらぎは雨水を補給水として利用して水循環を行っております。で、次、これは夜間の感じですね。で、夜間の照明もとても大事でございます。アンドンのような漏れる光で外苑の環境に馴染むライティングにしております。次に中に入りまして、このスタンドの部分ですが、スタンドは3層構成とし、スタンドから3層最短距離で売店や通りに行ける計画としております。それは3段にした大きなメリットでございます。で、1層と2層で5万席を確保しておりまして、年間を通じて利用頻度の高い競技大会を3層スタンドを使わずに行える計画としております。観客席がですね、グランドに近いということが、大きな、この計画の、売りでございます。一層スタンド、に観客席が多く配置されておりまして、競技者と観客が一体感、臨場感、こういうことも、大事にしております。で、スタンドを屋根でございますが、鉄骨と国産カラマツ材、修正材を組み合わせた、構造体で支持しております。で、この、修正材の断面ですが、これも
近寄って見ていただくと、分かりやすいんですが、中断面、という、調達がしやすい断面で、全て構成されております。でスタンドからこの見上げた時に、木の柔らかな質感、柔らかい質感が、感じられる、木で包まれたような感じのするスタジアムでございます。で次こちらですね、健全なスポーツターフの育成でそのために屋根の一部がガラスルーフとして、陶器の芝への採光を確保しております。で屋根の先端、こちらの部分、これよく見ていただきますと、太陽光パネルが設置されておりまして、その電力をせせらぎの水循環等に利用できる計画としております。下から見上げた時も太陽光パネルが見えるというのも、大きな売りでございますでこれ屋根はこの模型を見ていただくとさらに分かりやすいんですが、一部ガラス屋根になって芝屋の採光、ということ、それで、コンピューターでシミュレーションしてこの形状、屋根の形状、ガラス部分とそれからそれ以外の、ソリッドな部分の形が決まっております。それから、こちらの部分、参ります。1階のコンコースからフラットでアクセス可能な常設席370席の車椅子席、こちらでございますね。それを1階スタンド上部の前周に配置しております。で前列の人が立っても車椅子席からサイトラインが確保できるように前にせり出した席としております。この前の席の人が立っても車椅子席から見えるというふうに丁寧に計画いたしました。それからこちら更衣室です。チーム更衣室、これ前は四角い部屋だったんですが、スポーツ関連団体の要望を受けまして、四角よりもこういう楕円の方がいい、選手の視線が中央の監督に集まる、この形状がいいということで、形状を変更しております。仕上げは木を用いたここでも柔らかな質感の空間になっております。以上が、今回の、パースとそれから模型で、お見せした、計画の概要でございます。どうもありがとうございました。報道通信の長谷川と申します。お尋ねしたいんです。今ご説明いただいたことの中でちょっともう一回整理させていただきたいんですが、技術提案の時からですね、その、変わった部分は今個室のところなんかはよく分かったんですが、ちょっと変更した部分がどことどことどこの箇所なのかというのをちょっともう一度教えていただけますでしょうか。まずそちらからですかね。まず私から少し説明をさせていただきますが、実は冒頭申し上げましたように先週17日に技術提案等審査委員会がございまして、そこで技術提案の時から変わっている部分というのは説明を、いたしました。でその資料をですね、今日この後JSC のホームページにアップしますので、そこをご覧いただくのが一番よろしいかと思いますが、主な元としては冒頭私とそれから先ほど熊先生が、触れた部分というのが特に大きな変更点かなと思っております。はい、基本的にはですね、提案の部分から大きく変わってございません。細かいところで、例えばよく細この絵を見ないとわからないんですが、その木と鉄骨のジョイントのところの屋根の
木と鉄骨 の, 根構造になっておりますので、木と鉄骨のジョイントのところの部分のこう収まりが微妙に変わってるとか、まあ、これは専門家が見て、あ、よーく見るとちょっと違うなって、まあ、それは詰めていきまして、一番合理的な強い構造を作るためにそういうふうに書いているところとか、あとこのデッキの部分、このデッキの部分も、なるべくこの道路から見た時も、緑が感じられるようにするために、先端部分を特に、緑にするというところで、そこのディテールを工夫いたしまして、この先端を緑にするというようなことをやっております。それから、ルーバーのピッチもですね、これも風がいかに合理的に下の方に風のひさしございまして、これの風のひさしのところからこう中にこう風が入っていくときにですね、まあ、いかに合理的にルーバーのピッチが少しずつ方位によって変わっているという高度なことをやっておりまして、それによって、自然の風を利用しながらも快適な環境を作るという、まあ、機械に頼らないで自然の風を利用し最大限に利用するということをやっておりまして、その時のピッチを開けるときと開け方と、それからこの全体 の, そのバランスを見まして、ここの目地のつき方が微妙に目地がよく前のと見比べていただきますと、まあ、その辺が微妙に本当に変わって よりバランスが取れた、より風に対して合理的な計画になってございます。そんなところですよね。はい、そんなところでございます。どうぞよろしければ。古川と申します。今後実施設計でさらにどういったところを決めていかれるのかと、あと工事の始まる見通しについて改めて時期、はい、それはまずで、すみません、工事の始まる時期は最初のスケジュールのところで申し上げましたが、11月を目途として実施設計を終えていただくということで、工事は、それが終わり次第、まあ、並行して契約、工事の契約もいたしまして、年内には着工をしたいと考えております。はい、まあ、建築実施設計の場合っていうのはもう膨大な図面を書いていく、これに基づいて、このデザインに基づいて書いていく作業になりますので、その作業の中で、さらにディテールを細かく詰めてやっていくというのがまず基本でございます。それが実施設計の基本でございます。で、同時にですね、ワークショップ関連でもまだ継続して、例えばユニバーサル関係とワークショップ、ユニバーサルデザイン今回も非常に重要視しておりまして、先ほどトイレの位置が変わったりしておりますが、さらにそれは継続して進めて、さらに細かいところで、今回例えば、椅子のデザインとかですね、そういうところにもそのユニバーサルという考え方を徹底していこうと思っておりますので、そういう形で今までの世界のスタジアムのさらに上を行くユニバーサルデザインにしたいと思っておりますので、その部分で継続してワークショップをやりながらそれを反映していきたいなというふうに考えております。TBS の井伊と申しますが、そのトイレの場所が変わったというのはどういった意見が出て、でそうした方がどういいと思われたからなんですか。はい、村上委員会の 方で先生方、専門の先生方からいろんな意見が出まして、前はそのユニバーサルトイレが地下1階にトイレが地下1階にあったんですね。で1階には、トイレが基本的にはなかった。それは実は1階に入れなきゃいけないものがたくさんあるものですから、それで、地下1階に前の最初なんではあったんですが、やはり1階にあった方がユニバーサルの点でいいんではないかということで、
空間をやりくりいたしまして、それで1階にトイレを持ってくることができました。そういういきさつでございます。ちょっと管理技術者の方から補足をさせていただきます。もともと1階の部分というのは、このようにですね、車椅子の方がアクセスできるようなこのフロアが1階レベルでございます。でここには当然のことながら車椅子の方が使っていただけるトイレというのは技術提案の時から計画をしてございました。ただ一般の方のトイレを、階段で地下1階に降りていくという形で計画をしておりましたが、ユニバーサルデザインの団体の方等からも、やはり使いやすい1階にある程度のトイレを確保してほしいというご要望がありましたので、いろいろとプランを工面いたしまして、1階にある程度の規模のトイレを確保するということで今回、計画を少し変更させていただいたということでございます。テレビ朝日の北本と申します。よろしくお願いいたします。2点ありますが、順番にまず熊先生、今回こうパースのできてこの模型もご覧になられて、率直な感想、今どんな気持ちですか？はい。ですね、前回の、コンペで選ばれた時の、の案とですね、基本的にはその通りの、それと、その考え方をさらにポリッシュした、さらに良くした、基本設計ができましたので、私自身この短期間で、これができたことで大変に嬉しく思っております。でさらにいろんな点で改善されて、おりますので、そういう印象でございます。実際にこう模型をご覧になっていうか、まあ、模型イメージ通り、はい、前回のコンペの時に実際模型は公表してないんですけど、実は中で模型を作りながらスタディしていたので、もうそのイメージ通りに今回、今回初めてお見せするわけですけど、そのイメージ通りにできております。なんですけど、旧国立のレリーフがあそこの場所に配置したというのは、これ今回でした出たことになるんですかね。配置するということは決まってましたけど、ですね、配置することは決まっていても、この東のところイーストゲートの両脇にこういうふうに、配置できる、まあ、それがいろいろ確認しながらここに間違いなく配置できるということが、ちゃんと話せるのは今日が初めてでございますので、そこにその旧国立のレリーフ配置された、まあ、意図というか狙いというか思いというのは。そうですね、やはりこの2つの、ものは旧国立のレリーフの中でも皆さんとてもよく覚えてらっしゃる大事なレリーフだったので、それが一番ある意味でよく見える東ゲートのところの両側にこう配置できたということで、それも大変私は満足しております。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。よろしければどうぞお願いいたします。はい、じゃあ、共同通信の渡辺です。熊先生にお願いします。まあ、ワークショップでの、まあ、障害者団体、子育て団体、高齢者団体からどのような要望があってどのように変えたのかというところを教えていただけますでしょうか。資料には3つほどあるんですが、それぞれ教えていただければ。はい、それ今言ったトイレのものはそうなんですけど、大原の方からまたちょっと補足いたします。では大原の方からちょっと補足をさせていただきます。ユニバーサルデザインに関してはワークショップ5回開催させていただきまして、いろんな団体の方からご意見を頂戴いたしました。その中でやはり、車椅子席に関して一番多かったのは、いろんな席から見たいと、要するに、チケットの例えば高いところ、安いところ、そういった選択肢が自分たちもできるようなところということで、1層目だけではなくて2層目3層目、それもこうメインスタンドだけではなくてサイドスタンドというような多様な席から、
見たいので、そこに車椅子席を設けてほしいということで、可能な限りご要望にお応えして、レイアウトをさせていただいております。それから、まあ、エレベーターその他の動線というふうにこの資料には書いてございますが、例えば視覚障害者の方のためにですね、音声誘導の装置をつけたりとかですね、それから展示のサインをつけたりということを細かいご要望をお聞きして対応していこうというようなことを整理をいたしました。それから先ほど出ておりますトイレ関係でありますとか、それから授乳室でありますとか、そういう乳幼児施設、それからユニバーサルデザインの団体の方には子育て団体の方もいらっしゃいますので、そういうところの方の要望をお聞きしてですね、どういう授乳室がでは使い勝手がいいのかでありますとか、それから車椅子のトイレといってもいろいろ多様でございますので、例えば右勝手左勝手の違いでありますとか、それからオストメイトの対応したトイレでありますとか、そういった細かいご要望を協議を重ねていって、なるべく取り入れていったというのがこの段階までのあれでございます。でユニバーサルデザインに関しましては、先ほど熊先生からもお話のあった通り、実施設計段階でさらに細かいご要望をお聞きして設計に反映していくということを考えてございます。以上でございます。これそうすると車椅子席っていうのは以前よりも増えたんでしょうか。全体の数といたしましては、先ほどお話をしましたその一層スタンドの370席の常設、それから、これはパラリンピックの時になりますけれど、これ3層のスタンドを加えていって、さらに増設をしていくということを考えてございます。で全体としてはですね、そのバランスを考えて、じゃあこちらの席にあったものをこちらに移動した方がいいですかねというような形でやっております。全体の基準というものはオリンピック・パラリンピックでパーセンテージというもので決まっておりますので、そこはそんなには増やしていないんですけれども、全体にやはりいろんな団体の方のご要望を聞いて、いろんなところに分散配置をしていったというのが、まあ、車椅子席に関することでございます。日刊現代の大畑と申します。今回の事業について、3社 JV ということなんですが、各社の役割分担がどういうふうになっているのかということと、いわゆる最終的な責任者といいますか、責任はどちらに、当たるのかなというところ2点よろしくお願いします。今回3社の JV ということで、特徴的な3社で構成されているというふうに思っております。まず熊事務所に関しましては、デザイン担当ということで全体のデザインを担当させていただいております。で、暑さ設計に関しましては、スタジアムを含むいろいろなスポーツ施設ですね、非常に豊富な経験がございますので、その豊富な経験を生かす形で観客席周りを中心として、建築設計を担当していただいております。それから、大成建設に関しましては代表企業といたしまして、全体のコストを含めたマネジメント、それから、外装外構、それから屋根ですね、そういった部分の建築設計、それと構造設計設備設計、全般を担当させていただいております。まあ、その役割はそういう形なんですけども、まあ、責任ということにおいてはそれぞれの各部担当部分で責任ということになるかと思いますが、まあ、代表企業大成建設が務めているということがありますので、また今はまだ施工ということで決まっておりませんが、第二期事業で契約をしましたら、そこで大成建設が施工ということになるかと思います。まあ、その責任区分ということに関しましては、またそういった二期契約がなされた時点で詳細に詰めていきたいというふうに思っております。
いません、アバープラネット TV の白石と申します。今日のお話ですと、本設計ものは11月にならないと、そうするとその書面としては見ることができないのかなというふうに解釈したんですけれども、そういうことなのかというのが1点と、これまでサブトラックまでのルート の案というのは、もともとの技術提案書にあったと思うんですけれども、この検討というのは今どういう段階で、いつの段階で、今日公表されるのかなというふうに思っていたものですから、どのような段階にあるのかということと、その費用についても教えてください。それと同時に、その聖火台の問題もやはり11月ぐらいに、その場所的なものの大まかな検討が出るのか、そこのあたりを教えていただければと思います。冒頭ご説明いたしましたようにですね、この第1期の契約の終了時に基本設計関係の図書も含めて引き渡しをいただきますので、その意味では、その時に JSC として正式にいただくということになろうかと思います。それから、サブトラックにつきましては、これは組織委員会を中心にですね、ご検討をいただくのではないかと思います。それから聖火台につきましては、遠藤大臣の下のワーキングチームで、4月の下旬に取りまとめが出ておりますけれども、その中で、聖火台の設置場所につきましては、2020年の東京大会の開閉会式のセレモニーの内容と密接に関係しますので、これはそのセレモニー関係のスケジュールを考えると、大会の1年半前までに組織委員会、国、東京都などの関係者間で IOC の承認を得られるよう検討を進めるということになっております。朝日新聞の阿久津と申します。どなたにお伺いすればよろしいのかわからないんですが、建設費用の部分は、技術提案があって、案が採用されて、今回基本設計が、固まった段階で、上下動というのはあるんでしょうか。基本的にはご提案いただきました1490億円の範囲内でやっていただくということで、進めていくということ。建設産業新聞の伊藤と申します。安野専務にも主任技術者として一言コメントをいただきたいのと、あと大原さんにちょっと施工のことも見据えて、構造上何か今留意して検討されている点等あれば教えていただければと思います。では施工を踏まえたその構造上の特徴ということですので、これは技術提案の時にも お話をさせていただいたかと思いますけれども、特徴としてその同心円同断面というのの繰り返しで、できていますということが構造上の特徴でございます。これによって、同じ部材が繰り返していく施工プロセスというものが実現しますので、炭鉱機というものが実現できるというふうに思っております。で、もう一つ構造上の特徴といたしましては、
これも技術提案の時から提案させていただいておりますが、ソフトファーストストーリー精神というものを採用しております。ちょっとこれは耳慣れない言葉だと思うんですけども、低層の部分を柔らかくして、免震と同じような効果を、与えることで、設備なんですけれども揺れを少なくできるというようなことを考えております。免震にしていきますと、やはりその免震層を掘らなければいけないとかですね、非常に工期に、またコストに影響があるものですから、同等の効果が得られつつ、コスト、それから工期を踏まえた提案というのが、そのソフトファーストストーリーという精神構造でございました。でそれは今基本設計の中でもいろいろと詰めてですね、実現できるということを確認しております。たびたびすみません、熊先生なのか他の方がちょっとどなたかお答えいただける方で結構なんですが、今ここ最近自民党の方がですね、椅子の座席をぜひ木製にしてほしいというようなことをちょっとお話しされているようなんですが、1490という、かなり限られた枠の中で、木にするとかなりコストもかかるみたいなんですけども、この木材とか和風っていうのを一つのテーマにしている中で、実現はすれば、それは魅力は増すとは思うんですが、いろいろ制約も多いと思うんですけど、現段階で実現性とかですね、そのあたりはどういうふうにお考えなのかというところをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。すみません、これは私から答えさせていただきたいと思いますが、JSC といたしましてはですね、これまでの新国立競技場のに関するこれまでの経緯も踏まえれば、やはり1490億円の工費、それから2019年の11月末までに完成させると引き渡しをいただくという工期は、これは厳守しなければいけないと考えております。一方で今ご質問いただきましたように、自民党の中でですね、これは2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会実施本部、あるいは 農林部会や農林水産戦略調査会といったスポーツ関係や農林関係の、部会の合同会議が今年の2月とそれからこの5月に開催されまして、その中で新国立競技場における木製椅子の実現というご要望をいただいております。これは遠藤大臣や長谷大臣、それから私どもの理事長宛てにご要望をいただいておりますが、これ遠藤大臣が会見等でお答えされていると思いますけれども、やはり工期と工期を守りつつ木製椅子を導入できるか検討したいというふうにコメントされておりまして、今後内閣官房を中心にですね、文部科学省や林野庁などの関係機関と連携しながら、そのコスト面や技術的観点も踏まえてどのようなことが可能かどうかということを検討していくことになると思います。週刊東洋経済の前田と申します。先ほどの方の質問にちょっと絡むんですけれども、そういう今後木製の椅子も検討するかもしれないって言ったような基本設計を発表されたんですけれども、結構椅子の変更っていうのも大きな変更だと思うんですが、今後場合によってはそうした結構大きな変更が入る可能性があるのかどうかっていうのが1点とですね、2点目が、今回非常に木を多用した建築物なんですが、完成後の結構木って風合いが変わってきたりするので、メンテナンスも結構大変なのかなという印象があるんですが、メンテナンスの考え方とか、コストの考え方について教えてください。以上2点です。実現可能性というご質問でしたけれども、これは先ほど申しましたように、今遠藤大臣が引き取られて、内閣官房を中心にこれから検討ということになりますので、現時点からで
まあ、私どもから申し上げられないと思います。木の風合いの変化ということでございますが、当然あの自然のものでございますので、だんだんグレーになっていくというような、そういう自然の変化というのはございます。しかしながら、まあ、あの劣化でありますとか腐るということを防止するために、我々あのまずはなるべく雨明かりにならない部分に、木を使っていこうということが基本的な考え方としてございます。ただそれでもやはり雨はかかってくると思いますので、そういう部分に関しましては加圧注入処理をした防腐処理というものを考えておりますので、そういうことによって、まあ将来的にもですね、大きく劣化のしないようなことで、維持管理費を削減していこうというようなことを考えております。たびたびすみません。今度はスポーツ関係団体の部分の対応のところで、まあ、先ほど更衣室のお話は出ましたけれども、まあ、他の部分でこのフィールドの使用はどういうところ、どういう要望があってどう変えたのか、まあ、どういう団体からどういう意見があってどう対応しているのかというのを教えていただけますでしょうか。フィールドの部分に関しましては、まず強いスポーツターフを育成するということが極めて重要なことかなと思っております。これは例えばサッカー関連団体の方からも強く要望されております。でこれに関しましては、まずその大雨が降った時でもきちんと排水できるような構造になっていることというような検討でありますとか、それから要求水準書にも入っている、地温をコントロールするシステムであるとか、そういうようなものを加えていくことで、健全な芝を育成するということをまず念頭に置いて、設計を進めてまいっているというところでございます。大きくですね、提案の時からそのスポーツターフということに関して言えばですね、まあ、細かい話になるんですが、排水の取り方等を、少しより効率的に排水が取れるように変更していったですとか、そういった変更点はございますが、まあ、フィールドのその、大きさの話でありますとか、それからそういうところに関しては、まあ、変更はございません。たびたびすみません、日刊現代の大畑です。熊先生に2点お伺いさせてください。以前ですね、人工地盤を、おやめになるということをおっしゃっていたと思うんですが、検討するというふうにおっしゃっていたと思うんですが、今どのようにお考えになっているのかということが一つ、もう一つは、ですね、旧国立のデザイン、ザハ・ハディドさんが出かけましたが、スタンドのデザインについて流用したのではないかという指摘もあったと思います。この点について、熊先生は以前流用ではないというふうにおっしゃっていたと思うんですが、そのあたりの考えは今も、お変わりはございませんでしょうか。よろしくお願いします。熊先生ご指名でございますけれども、人工地盤のところはちょっと私からお答えさせていただきたいと思いますが、今共同企業体側におきましてですね、より良い設計を目指して、シミュレーションを行っている状況と、私どもは認識しております。はい、人工地盤に関しては今の通りでシミュレーションよいものにしたいと思っておりまして、
都市計画決定一度ザハさんの案の時に撤去ということで都市計画決定されていますので、それをどういうふうにしたらより良い計画にできるかという可能性は今探っておるところであります。で、先ほど説明したようにまずエッジのところをどういうふうにグリーンで、覆って周辺に対して緑の印象を強くするかとかですね、そういうところも含めて今シミュレーションをしているところであります。でザハさんの案に関しては、今回この敷地で前かこれも説明繰り返しになりますけど基本的にサドル型のザハさんのこう両翼が大きく上がったものと我々の平行のもの全く違いまして、ザハさんのものとは、全く違う哲学で作られたものでございます。その考え方、全く変わってございません。